新選組の沖田総司だな。お命頂戴する。身分の人気犬だ。小夏のこれは、それにしてもこすっかい顔しとるの。小夏、地質ば教えてやろうか。地質はええぜよ。ほら見てみ、ほら下いれんか下。貴様なんだお前は。土佐出て以来、牛や馬の唇ばかり相手にしてたけんの。
玉の人間じゃとフレッシュでいかん。坂本さん。なんじゃ。あなたはこれからの日本にとって必要なお方です。どうか、どうかご自愛ください。今天下の坂本龍馬を切れるんか。おまんにデモクラシーがわかるか、三権分立がわかるか。なんじゃ。なんじゃその手は。切るかわしを。切ってみ、わし殺したらこの国は滅びるぜよ。アメリカはこんな大きなネズミ連れてきてみんな食われるぜよ。食われてもいいのか。そのネズミを餌付けするやつは誰が俺。この天下の坂本龍馬しかおらん。そのわしを切る度胸があるなら切ってみ。ケツ貸せや。勘弁してください。銀の字覚えとけや。人間、男だ女だ言っているうちは大成せん。オーケーオーケー。和歌山先生、どうぞ。握手してやらんかい。握手。サッカーサッカーサッカー投げよ。おいサッカー。坂本さん、久しぶりに人たち交えますかな。おい、やっとんのかカメラは。やってるって。早よセリフ言え、バカ野郎が。私たち、何や何や、次の大将。バカ、セリフって言うんだよ。だから何や。新選組だよ。私たち新選組は滅んでいくことを知っております。ですからこれ以上私たちを笑わせないでいただきたい。怒らせないだバカ。それともこの誰や、先生は誰や。おめえは自分の役目も知らずに出てたのか。アホンドル。役名なんか覚えて映画に出られるか。和歌山、映画出るときは役名ぐらい覚えとけよ。お前は坂本龍馬じゃ。ありゃ、じゃあわしは誰じゃ。あんたが坂本龍馬なの。あんたが近藤勇。あんた袴どうしたのそれ。こっから上しか取るなよ。わしはアップしか認めへんいうことや。お夏、映画やめるって本当か。はい。そうか。やめた方がええのは銀の字の方やがな。監督、今度の池田がボロボロ、ベチャー階段落ちはやるんだろうな。それは階段落ちやるやつが見つからないんですよ。誰か死んでもいい親がいるやろ。おい、そこのカメ。あ、ヤスです。ヤスもカメも一緒じゃ。こっち来い。はい。お前どうや、階段から落ちて知らんか。はぁ、いやな、うちの母ちゃんは保険の外交に命かけとるからな。今月にあと6000万の契約を取ればザ・保険オブ・ザ・クイーンを表彰されるんや。お二階の方々、お逃げくださいませ。新選組の御用はためでございます。お逃げくださいませ。お二階の方々。この通り、池田の主人の役は決まっとる。岩崎君には3000万のコースに入ってもらっとるし、階段落ちは外せんだろう。おい、そこの鶴。ヤスです。ヤスも鶴も一緒じゃ。こっち来い。来てますって。みんなで楽しい撮影仲間で来て、こういうこと聞くのもないんやけど、わしは一体何ちゅう題名の西部劇に出とるんや。新選組魔将剣です。魔将剣。はい。魔将。はい。魔将愛そのものや。ピースや。あれ、ピース前回から。ピース。返した。ちょっと金ちゃん、俺切れていいんすか。もう俺愛されてみよう。ここで入らされて日々の支払いが大変なんすよ。我慢しろ。我慢しろって金ちゃん言いますよね。金ちゃんが我慢しなくていいったら俺プッツンプッツン出ますからね。この靴磨いとけ。わかりました。磨いて持っていきます。金ちゃんは大変ね。あんな偉い人たちの大変だ。なんせ京都で初めての主演映画だからな。くそ。話があるんだけど。おーい、お前らこれで飲んでこい。やっ、はい、お前はここにいろ。俺とお前は一心同体だからな。はい。今日マンションに帰ってきてくれる。今日は仕事。仕事じゃないでしょ。レグちゃんと会うんでしょ。ニューベースの。私知ってんだから。知ってんならいいじゃねえか。お母さんが京都に来たの。心配してるの、私たちのこと。なんだ私たちって。私たちでしょうが。娘がどんな男と付き合ってるのか、結婚してくれるもんなのかどうか。結婚するんだったら結納とか日取りとか
やっぱ気にするのが親でしょ。お父さんもお母さんも弟もみんな銀ちゃんのこと好きなんだよね。そりゃ俺は疲れるよ。性格がスパーッと竹を割ったみたいだから。ちくしょう。それなのになんでこの俺が仲間に靴磨かなきゃいけないんだよ。我らを殺してやる。おい、くすばってこい。銀ちゃん、ダメです。離せ。銀ちゃん、我慢してください。離せよ、もうええよ。どうだっていい。いや、銀ちゃん、我慢してくださいよ。離せよ。我慢してくださいよ、もう。階段の人を見かしてやりましょう。ね。そうだな。ありがとうございます。こないだお母さんがヨーロッパに行った時、銀ちゃんに革のコートを買ってきてあげたでしょ。あれ200万ぐらいしたらしいのよ。それがどういう意味かっていうのを考えてほしいの。いや、どういう意味だ。200万のもの買ってもらったら結婚しなきゃいけないの。俺そういうことじゃなくてさ。そういうこと言ってんだよお前は。だって銀ちゃん、私のカードだって勝手に使ってめぐちゃんに洋服買ってきてあげてるでしょ。あ、めぐちゃんの携帯電話の料金だって私のカードから引き落とされてて、その明細書がうちに来て、それでお母さんに結婚する人だからって言ったのか。言ったわ。お前今俺が京都で初めて主役の。だから私だってこういうこと言いたくない。だったら言うな。はい、解散。私昨日お医者さんに3ヶ月って言われたの。俺ってよ、肝心な時にいつでも女の3ヶ月が入ってくるんだよな。クソったれがよ。産みたいの私。何が産みたいのだよ。犬や猫とか勝手やってえだろ。赤ちゃんが欲しいの。同じだって犬や猫も赤ん坊も。私産むから、私銀ちゃんの子供が欲しいの。私銀ちゃんが初めての男なのよ。二人目はいないわよ。そうなの。私銀ちゃんにナンパされてさ。なんだよナンパって。ナンパしたじゃない。ナンパしたでしょ。俺がナンパしたのはヤスお前だよ。キャーもうやめてよ。じゃあ何、俺が無理やりお前のことを犯したっていうの。合意の上だろうが。マンションにだって毎日毎日帰ってきやがったのおめえの方だろうが。鬱陶しくてしゃあなかったんだよ。まったくちょっと抱いてやなかったらピー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 泣きやがって。俺が眠たいって言うのであそこに触ってくれて。なんだよお前。銀ちゃん、俺はっきり言いますよ、銀ちゃんのことが好きです。俺もだよ。やっまったく淫乱な女だよ。淫乱にもなるわよ。私スタジオの趣味に連れて行かれて、時間がないからスカートあげろって言われて、どんだけ恥ずかしかったと思うの。スカートあげたでしょあなた。あげたわよ。私銀ちゃんに嫌われたら死ぬから。じゃあ死んでみろ。今ここで死んでみるよな。死んでみろ。死ねよバカだよ。死ねるわけないじゃない、お腹に子供がいるのに。とにかくよ、俺別れ際後引く女って嫌いなの。男と女っていうのはよ、スパーッといかなきゃ。俺の性格みたいにスパーッとよ。でもあの、はっきり言って銀ちゃんはスパーッとした性格してません。なんだと。あのみんなは銀ちゃんのことをネチネチした餅みたいな性格だって言ってます。なに。銀ちゃん、銀ちゃん、さっきのお金スパーッと全部使ってきました。ピースピース。それだけはありません。銀ちゃんのツケで全員携帯電話買いましたよ。通話料の請求書を銀ちゃんと一緒にワテラブコムに話しつけておきました。今月のワテの通話料5万です。7万です。10万です。もういい。今月の通話料は合計で150万くらいあります。それ俺が全部払うのか。当たり前だ銀ちゃん。一時間からワテとあんたと何も変わりはしません。あんたはじっとなし運が良かっただけです。ワテはじっとなし運が悪かっただけです。運だけじゃねえだろ。だからいつでもスターになれるように努力しとるんじゃなあ。イエーイ。バカかお前ら。この世界が運とか一生懸命とかが通じる世界だよかよ。大部屋から抜け出したやつなんかいやしねえよ。大部屋はずーっと大部屋のまんまだ。まお前らそんだけ電話かけたんなら、俺のために体張ってもらうときは張ってもらうぞ。はい、もちろんです。やす。はい。この女どうにかできねえか。愛だの恋だの責任なのってうるさくてしょうがねえんだよ。スターに責任なし、才能に勝る努力なし。副将、才能に勝る努力なし。こういうことだ。私銀ちゃんに行かれたら死ぬから。じゃあ死ね。何よ。死んじゃいけないと思います。死ぬわけないでしょ。えお腹の子が生まれたい生まれたい、お母さん生まれたいって言ってんのよ。はあ、僕にも聞こえます。何がわかんのよ。
何がわかんのよ、あんたたち大部屋に。ぶっ飛ばされて500円、蹴っ飛ばされて600円の大部屋さんでしょ。いや、僕普通の大部屋と違うんですよ。ぶん殴られるとふわーって哀愁が広がるんです。頭からガソリンかぶって左の部分になってコロ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 転がってもふわーっと哀愁が広がるんです。そういうの役者って言わないし、しかもあんた映ってないじゃない。いや、俺たちは映らなくていいんですよね。左の部分になってコロコロ転がってそれを見てる銀ちゃんがいて、カメラが寄ってきて、はい銀ちゃん OK かっこいい、俺らは映らなくていいんです。銀ちゃんがスクリーンでかっこよく決まればそれでいいんです。そういうの、はい、役者って言わないの、ゴミって言うの。そんなふうに言わないでくださいよ。俺たちゴミの汚部屋がいなきゃ映画成り立たないんですから。俺たち汚部屋は京都妻の俳優会館の4階にある、日の当たらない畳20畳ぐらいの部屋です。汚部屋たちは仕上がれた顔で10年15年と暮らしています。ジメジメしてて畳には毛が生え、真っ暗な部屋で何時間も何時間も出番を待ち続けています。一度入ったら逃げられやしない。その染みついた匂いは一生取りやしない。そんな僕たちが5年に一度自分の命と控えにスターになれるのがこの池田の階段です。よくて半身がずい、悪くて死ぬだけ。でもその日だけは俺たち大部屋がスターさんになれる日です。おい石垣、階段落ちは警察が中止しろって言ってきてんだよ。んなこと言ってしょっこらこの兄ちゃん、こら締めてやらなくちゃなんねえな。銀ちゃんやっていいか。殺すな。出番を直せ。そりゃ警察は中止しろって言うよ。だけどな、そこを押してやるのが活動やってもんだろうが。んだべ銀ちゃん。な、何言ってんだお前は。山形バカにすんな。確かに警察はなんだかんだ言うんべ。でもな、保護をしてやんのが活動やってもんだろうが。なあ銀ちゃん。んだ。ほら、10年前新選組結風録で階段落ちした伊豆沼、まだ意識が戻らなくて植物人間状態で病院で寝たきりなんですよね。石垣、あっち行ってろ。おう、テレビ上がりのおめえは知らないだろうが。何なんだテレビ上がりってのは。テレビ上がりだろうが。クソみたいな漫才師相手にしてちょっと売れたからってのぼせ上がんじゃねえ。東映京都撮影所じゃプレド12月31日に公電院スタジオの前にヤマツにして階段打ち合って大目殺すっていうのがしきたりなんだ。しきたり。ああしきたりだ。じゃあ銀ちゃん殺せるの、落とせるの。30メートルあるよ階段のね。こんな角よ、こんな角、柏の木一寸五分。その角にガンガン頭をぶつけながら落ちてきてバチーン。カメラ移動するから落ちていく土間はコンクリートでガチガチに固めてある。よくて半身不随だ。そうやって落ちていくんだけどさ、死んでくれる人がこの京都にいるのかな。あんたの付き人にいるの。銀ちゃん、まあ無理しなさんな。若山先生とか中村屋の若旦那なら平気で死んでくれるスキルとかいっぱいいるらしいけどね。あんたにはその度量がないってよこった。おうやつ、あれ持ってこい。おーい。やつ、はい、これなんだ。槍です。これなんだ。マスです。くっつけて言ってみろ。やります。やります。やつがやるってよ。あ、へえ、はい、あんたやつさんっていうの。はい。あんた階段から落ちて死んでくれるの。俺銀ちゃんのためだったら何でもするんですよ。銀ちゃんがスクリーンでかっこよく映るんだったら俺死んだっていいんです。銀ちゃん、正直言うとさ、戦後東映が新選組を5本取ってるんだけども、階段落ち外した監督はいないのよ。やんなきゃ俺笑うようになっちゃうよ。
あんた昭和33年の血風録で3人、38年の島月で4人死んでるんだよ。俺だって殺したいよ。いい映画はみんな死んでるんだ。そう、新選組副長土方歳三健さん。裁判だってやっぱ予想、大事なやつを殺すわけにはいかん。いいじゃん、何言ってんですか。俺が死んだら撮影、新選組の撮影中に大部屋の記者一人死亡、新聞の見出しにドーンですよ。黒岡銀次郎、悲しみを乗り越えて哀愁の演劇に開眼、これでお客さんがドーンですよ。 OKOK ですよ。じゃあここで階段落ちがどういうものか説明しよう。あそこにスイカがぶら下げてあります。これをこのガラスケースの上に落とすんだが、階段落ちられると人間の頭がどうなるか、どうぞ。はい、なめんじゃねえぞ。京都で主役張ってるのやつが警察が怖くてたまるか。でもやす、その日だけはお前が主役だ。お前が好きな時にスタートかけろ。300人のスタート、締めて3億2000万円のスターさんたちがお前の合図でしか動かん。第1、第2、第3、第4、そして階段をなめるクレーンカメラ、全部お前のもんだ。しかしヤス、振り向くなよ。開いた時にはすでに死んでんだ。死人が振り向くわけないもんな。ヤス、はい、お前もかっこいいが、切り落としてお前を殺した俺はもっとかっこいいぞ。何がかっこいいんだこれ。ヤスさん、はい、10年前新選組島付きで階段落ちやったのは私の弟でしてね、未だに半身不随でベッドに寝たきりなんですよ。いわゆる植物人間ってとこですか。そんな高いところから落っこちればそれぐらいことになるでしょ。ところが会社は知らんがある。そんな大部屋なんて見舞いに行くって気がしません。ましてや切り落としたスターさんなんて一度も来ませんでした。がやっさ、3年に一度ぐらい打ち切れてる何千万本の頭の中の神経が一瞬繋がることがあるんでしょうね。その時悔しそうに血を立てかけむしながらなんかで何かと言ってんですよ。それ見てると不憫でしょうがないんですよ。クラークさん、もしこの人が死んだらあんた一応殺人罪ってことになりますから。そんなもんが怖くて銀ちゃんが京都で主役張ってられるか。解散。銀ちゃん気にすることないですよ。軽く行きましょうよ。よし死ね、ようかす、ね、やつ、はい、今度の階段落ちのお礼と言ってはなんだが、俺はマンション2軒と車3台持っている。が、お前には握手をあげよう。握手、ありがとうございます。手は洗うの、宝にしろ。ありがとうございます。スターさんってわかんないんだよね。これどうやって宝にするっていうのもね。元ちゃんも本当にやりたまんすもっと作せるかね。本当にスターさんってわかんないんだよな。
結局銀ちゃんな、小松さんを連れて俺のアパートにやってきたのは8月のある子。銀ちゃんは軽やかなリズムでやってきた。銀ちゃん最高いやーこの中で俺のことも大好きなやつが一人やっはいジュテーンモナムールジュテーンモナムール東映京都撮影所でフランス語喋れるの俺たちくらいなもんだぜウィムシおい、はい、俺が握手してやった手見せてみろウィムシよし今にここに金が入ってくるぞこの儲けもん目がはいおいはいところで頭鍛えていった。はい、鍛えてます。よし、はい、階段落ちやるやつは頭ガンガン打ちつけると死ぬらしいからな。どうだこの際頭スパッとゴムにしちゃ。ああ、ゴムにします。いいよ、お前は素直でよ。兄ちゃんの前だけですよ。みんなの前では二重人格者って呼ばれてます。そんなに俺に会うのが嬉しいか。嬉しいです。そんなに俺が好きか。好きです。みんなに好かれるんだよ、この俺が。お、窓閉めろ。え、危なくてしょうがねえや。おい、週刊誌狙われてんだよ。ああ。やす。はい。あの犬なんだ。犬です。変装してんだよ、ルポライターが。あの猫なんだ。猫です。カメラマンなんだよ。え、あんな小さな猫のどこにカメラがあるんですか。目がカメラになってんだよ、盗撮用。カーテン閉めろ、閉めろ。はい。いや、スターは辛いなぁ。お、はい。これなんだ。水筒です。ひねると爆発するのか。水が出ます。へぇ、これが。はい。お、ひねると水が出たよ、はい、すごいね、世間は油断も引っ張りもないもんだね、はい、ほれ、あ、冷たい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 だよ。お、はい、日本のらっきょうはこんなに大きくなったのか。もう電球ですよ。もうスターさんは何も知らないだからな。もう何も知らない。いいね、スターさんは裸じゃん。同感です。お、はい、このポスターのあんちゃんなんだ。これはアメリカの俳優だ。アメリカっていうのはいいの。パチパチしてリアカーしてたこ焼き車を焼いてる似合いそうなあんちゃんでも俳優になれるのか。でこいつ何て言うんだ。あ、ジェームス・ディーンです。へえ、どんな映画出てんだ。リオナキャンプです。どんな映画。わっ理由がなかったってことか。よし銀ちゃん。お前もよ、アメリカで生まれてない今頃大スターだったのによ。日本はダメだ。俺みたいな頭からこの2枚目で映画撮ることが考えたら、やっぱ人間芽生えじゃなくて見栄えじゃなくて中身だよ。金ちゃんは最高でーす。あ、ダチャミだ。やめ。あー、喋った。何やってんだお前、怖いな。いや、久しぶりにあの女性見たもんですから。え、おいおいおい、はい、座らせてやらんか、座らせて。あ、どうぞどうぞどうぞ。おいおいおい、はい、俺の椅子はどうした。俺の椅子、はい、あ、手が出る。あー、くっちゃい。くちゃい、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 人も兵会で喜んでやがるよ。いや、こういう大部屋連中に好かれんだよ。おいやす、はい、この背広どうだ。いやー、先生上がってますね。したたってだろ、はいはい、生ゴミ出し用に買ったんだよ。かっこいいぞ、これ持ってんのに生ゴミ出しに行ったら。あ、だけど少し地味か、はい、何しろセンスがセンスすぎてるかな。いやー、だんだんダサくなってます。はい、来るね、来るね、どんどん来るね。行くよ、どんどん行くよ。何やってんだよ。あ、父も戻しました。やす、はい、みだりに女の父は揉むな。あ、揉むなら小祝い道場に行って牛の父でも揉め。はい、勉強になります。欲しいか。欲しいです。そうか、はい、でもね、この背広はあげられないの、はい、卵満たしに行けなくなっちゃうから。でもね、はい、小夏はあげようと思ってんの。え、さて、二人にほのかな愛が生まれたところで、どこが芽生えたのよ。芽生えただろ、今。芽生えたでしょ。やす、はい、お前に小夏をあげようと思ってんだよ。え、小夏がよ、4ヶ月なんだよ。あ、ジェームス・ディーンだ。産みてえ産みてえって言うんだよ。あー、ディーンよな。朝昼晩でご飯のおかずみたいにカッターで手首切って。あ、桃太郎侍だ。自殺未遂すんだよ。あ、そう、困りましたね。困ってんだよ、はい、だからよ、はい、お前が一緒になってくれりゃこれはベリーハッピーなんだよ。だからちょっと待ってください。いや、僕待たない。おいおい、ハンコかけ、ハンコ、こういった時にスパー。何すんだよ。いや、小松さんの気持ちも聞いてあげないと。なしなしなしなー。女に気持ちはいらねえ、体がありゃいいんだよ。
おい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 、痛がってないです。テープ回せよテープ。あ、はいはいはい、もう一回いくよ。どうぞ。はい。女に気持ちはいらねえ、体がありゃいいんだよ。黒岡源氏の回想録取りました。決まるなあ俺って。じゃん、金ちゃん、私別れたくない。私金ちゃんと別れたくない。こなつ、俺も別れたくない。別れたくない、好きだ。比叡山に白い雲が立ち込み、通り雨が激しく屋根を叩いていた。銀ちゃんは泣きながら小夏さんを抱いていた。小夏さんは好きだ好きだって言いながら銀ちゃんにすがっていた。その愛情と白い肌は俺にはとっても眩しかった。二人は本当に仲がいいんだなって思った。でもなぜか涙が流れて仕方がなかった。分かったな、嫌いで別れるわけじゃないんだから。定めね。そう、悲しい定め。金ちゃん、うん、俺いっぱい仕事取ってきて、この人を幸せにします。仕事取る？はい。てめえが一度でも自分で仕事取ってきたことがあるのかよ。いっつも俺まだ頭下げて取ってきてやってんじゃないか。なんだお前、そりゃな、セリフがない役だよ。すまねえと思ってるよ。でもな、お前に才能があるのか、あるのか、役者としての才能があるのか。あります。ねえんだよ。そこら辺の小汚い居酒屋よ。映画に出る、映画に出るって言ってんだってな。お前一回でも映画でまともなことを喋ったことがあるのか、あるのか。ありません。そういうの役者って言わねえんだよ。いいかやす、よく覚えとけ。男ってのはよ、仕事も女も自分の力で勝ち取ってくるもんなんだ。副将、男というものは女も仕事も自分の力で勝ち取っていくもの。よし、オッケー、幸せにしてもらえや。はい、もしもし、かなちゃん。あ、熊本の実家からです。あ、俺結婚することでしたから。もう2年ぐらいしかやったかな。あ、もちろん婚前交渉したよ。子供も5回でしたってさ。まあ言い寄られて拒み続けて、それで押したらスタートって感じかな。まあどちらからともなくそろそろ正体を持とうかなっていうことになっちゃってさ。ほら、男としても責任ってもんなんでしょ。だってさ、捨てたらもう死んでやるって言ってる。まあつまるところ彼女は僕の体のことが忘れられなくなったってことだな。ひーちゃん、あのおふくろが隠れて。え、いいよ俺。いや、この際俺がしますよ。いや、いいよ。あれ、お母さん、おかしますよ。世当たりだよ、世当たり。あ、いえ、お母さんですか。この度はおめでとうございます。二人にマンション買ってやれ。いやいやいや、あのズボンプレッサーとか倒産ならわかりますけどね。え、それ日頃から休みをお世話になっておりますよ。いやでもね、その買えっていう言い方ないでしょ。4000万くらいするでしょ。あ、青がそう言ってる。青って何ですか。馬、熊本では馬も話すんですか。ちょっと買ってくれませんかね。お、青か、お前馬か、喋ってみろ。喋ったよ。おいおいおい、何やってんだよ。あ、豆拾ってたよ。あの、そこに僕もいました。俺が馬と話して間に豆拾うな。ごめん。行く。銀ちゃん、私がヤさんといるのが本当に銀ちゃんのためになるのね。でも小夏、俺が抱きたくなったらいつでも呼びつけて抱くから。待ってる。ヤス、はい。早いとこ頭ゴムにしとけ。はい、ゴムにします。俺の頭ゴムになりますかね。それでも銀ちゃんかっこいいですよね。俺が抱きたくなったらいつでも呼び捨てるだけ。それも自分の人生の中で一遍でいいから、女の人の前でそんなこと言ってみたいな。俺って一体何なんだろう。
俺は一体何のために生まれてきたんだろう。そうだ、銀ちゃんのために階段落ちをして死ぬために生まれてきたんだ。どうですか、僕のセリフ決まってました？決まってない。決まったと思ったんです。婚姻届もう破り捨てちゃっていいから。あんなもの急に持ってかれたって困ったでしょ。いや銀ちゃんに叱られるんで。女押し付けられといてプライドないの。頑張りましょうよ。何頑張るのよ。努力しましょうよ。何努力するのよ。3日いてください。そうすれば情も出ます、味も出ます。変わってんね、あんた。あ、大丈夫ですか。触らないで。あ、ね、鉄分が足りないんですよ。鉄のことなら俺に任せてください。あ、すいません。お願いです。ここにいてください。じゃあ、聞くけど。はい。あんた、お腹の子の父親になってくれるっていうの？私、ほんとありがたいのよ。だって死のうと思ってたんだから。ねえ、ほんとに一緒になってくれる気？後悔しない？無理だ。すいません、そういうことすると凛ちゃんに殺されるんで。あんたプライドないの？あ、大丈夫です。僕女性に興味がないんですよ。僕ホマなんです。ホマ？ホメ、あれじゃなかった、あ、間違えた、なんだっけ。あ、そうだ、僕ホマなんです。しらしらしい野郎だよ。そうです、僕ホマな人間でした。高校の時のラグビー部入ってたんですけども、別でケムクジャルのキャプテンに。どうございます、ハーフタイムだ。あー、キャプテン、あー、やめてやめて、あー。これで僕が安全の男だということが証明されたと思うんですが。まあ、悪い人じゃなさそうね。そう、むしろ悪い人のプレイなんですよ。はい、僕の人となりというのを顕著に表現できる例としましたですね。そう、法隆寺。僕高校の修学旅行の時にね、法隆寺に行ったんですけども、そこで初めて外国人を見たんです。あ、あれが噂の外国人だ。おー、あれが噂の外国人だ。これで僕の長所が証明されたと思うんですが。あ、そうですよね、卑怯ですよね。あいつはやっぱりこういう血管だった人間だったんだ。あいつはやっぱりこんな短所のある人間だったんだって後で言われた僕の思いですからね。短所といえば、そう、僕は小さい時にチャンバラをしておりまして、で、たまたまですね、熊本の飛行場から米軍のジェット機が飛んできたんですね。で、僕は都合のいいことで竹槍を持っていたんですよ。この竹槍を持って米軍機にめがけて、あのジェット機落ちろ、あのジェット機落ちろって言ったら、本当にジェット機落ちましてですね。パイロットはパラシュートで降りて助かったわけですから。それでパイロットのお尻めがけて竹槍、えっ、ブスってやったら、僕はアメリカ軍の軍事サーバーにかけられてしまいまして、当時6歳ながらにしてですね、I'm not guilty、Oh, not the charity って言ったら無罪を勝ち取ったんですよ。まあ、これが短所といえば短所なんですね。こなつー、金ちゃん、バカだー、それは腐ってた、出し出しすぎるか。すいません、いつまで昔の男のことを思い出すんだ。明日に向かって2人がしていこうよ。はい。まあ、これでお互いですね、まあ、しっかりと2人の心と心が結びついてですね、残るは肉体肉のズッコンが残っただけなのだったりありますけどもね。結びついたの？今結びついたじゃないか。純粋な本官もグロすべきだな。拍手しろ。すいません、殴った後で言うのもなんだが、姿勢を崩すな。はい。実は本官は女性とミーティングをしたのは生まれて初めてなのであります。そしてこのように密室で二人きりになったっていうのも生まれて初めてなのであります。そしてゆくゆくはあなたは私にとって初めての女性になるのでありまして、おし、ただ私は女性経験が全く皆無でありまして、女体については全く知らない人間になりますので、あなたが私をリードしてくれたら大変助かるのであります。姿勢崩してよし。よかったです。今回もこの年まで綺麗な体でいて、おし、おめでとうございます。ああ、突然ながら本館俳句を思い出しました。おし、名月や今日の女体は我のもの、不祥。名月や今日の女体は君のもの、オス。さあ、やりますか。やりますか、やりますか。やめて。本官もどれだけ後悔したと思ってんだ。やめてよ。あいた。すみません、僕首つかみます。いいって、そこまでしなくて。おい、寒いかい。ちょっ。
まったく困った本官だよ。本官逃げないでよ。この子の父親になってよ。はい。悩めるときもやめるときも共に励まし合い、死が二人を分かつまで一緒にいるんですよ。誓ってくれますか？はい、誓います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしました？赤ちゃんが動いた。ああ、本当だ、動いてる。おーい、パパだよ。心配しないで早く生まれてきておいで。飲み込みのヤスさんがいっぱい幸せをあげるからね。はーい。あれ、今入って返事しました。私が返事したんです。なんだもん。俺そろそろ仕事に行ってきます。はい。そのお腹の子の生まれてくるお産費用を稼ぐために一生懸命仕事していきます。行ってらっしゃい。はい。俺が帰ってきた時にマサいなかったので死にますから。京都左京区の東にそびえる如意ヶ岳に裏坊への送り火として大文字の鏡火がたかれ、京都の夏が終わりを告げても私の激しいつわりは収まらなかった。妊娠中毒症の疑いがあると安さんが呼び出され病院に出かけていった。私はお腹の子と一緒に死んでしまうのではないかと眠っていても夜も うなされる毎日だった。安さんは寝ずに毎日看病してくれていた。9月に入り、京都も修学旅行のシーズンになったのか、学生服姿の声が響き、町が若やいでくると、やっとトンバクの値も正常になって、座りも軽くなり、定期検診の日、もう大丈夫ですよと言われて、赤ん坊の心音を聞かされた安さんは、涙ボロボロ流しながら、先生たちの手を握りしめて、ありがとうございました、ありがとうございましたと頭を下げて回っていた。赤ん坊の命も奥さんの命も保証できませんと言われていたので、ほっとしたんだろう。ヤスさんが病院中に響き渡るような大きな声で、おいを泣き出したときは、私も胸が熱くなって、一生この人についていこうと思った。幸せだった。金ちゃんといたときには決して味わうことのない、穏やかな優しさだった。私は、必死に銀ちゃんを忘れようとした。返しそびれていた鍵を使って銀ちゃんの部屋に行った。ベッドに潜り込むとシーツに残った銀ちゃんの匂いがして、私は銀ちゃんの匂いにくるまってまるで少女のように泣きじゃくった。ひとしきり泣くとベッドの横のサイドテーブルの上にそっと鍵を置いて部屋を出た。もう二度と銀ちゃんに会わないと心に誓い手を振った。穏やかな秋が続き、なかなか寒くならなかった京都も12月の声を聞くと底冷えのする毎日が続いた。私の赤ん坊は8ヶ月になって、赤ん坊はポンポンお腹を蹴りつけてくるようになった。私はヤスさんとの生活に慣れていたはずなのに、お腹の中から容赦なく蹴りつけてくる小さな命は、銀ちゃんが俺はここにいるぞと言っているようで、私は小さな銀ちゃんを育てているような気がしていた。でも、ヤスさんの階段落ちの日は、一日一日近づいていた。ただいま帰りました。今日撮影所にいたら、階段がなんか半分ぐらいはできてました。今日も6階のビルから落ちて、1万円もらってきました。あまり無茶しないでくださいね。大丈夫ですよ。もう小夏さんが来てからというものを、もうどんなに危ない仕事をしても、なんか怪我をしたり、なんか捻挫をしたり、足を折ったりすることが本当なくなったんですよ。今日もね、監督に言われたんですよ。お前、最近燃えてるねって、目の輝きが違うねって。小夏さんが来るまでは、お前長子みたいな目してるって言われてたんですよね。でも今はヒョウみたいな目してるって。はい。でも長子になんか目あるんですかね。まあ それだけ燃えてるってことですよ。はい、お前です。ありがとうございます。はい。あ、
はい。ヤスさん。はい。お願いがあるんですが。あ、出ていくって本当言わないでくださいよ。僕ね、こう帰ってきてね、アパート家族からアパートの明かりがつくたびに、ああ今日もう俺も一人じゃないんだって嬉しく思ってるんですよ。ほら、だってもうじき家族は3人なんじゃないですかね。出ていくったって、はい、他に行くところありませんから。はい。それに、はい、私のこともうこなつって呼びつけにしてもらえませんか。そんなことできませんよ。お願いします。何かあったんですか。私もう銀ちゃんのこと忘れようと思うんです。お腹の中でこの子も迷ってると思うんです。だからお母さんの私がしっかりしなきゃいけないしね。ヤスさんがお父さんだよって毎日毎日言い聞かせてるんですか。ああ、ありがとうございます。俺の熊本町同士の実家に一緒に行って僕たち会ってくれました。はい。それから俺の兄貴の息子で誠ってんのがいるんですけど、小さい時に病気になっちゃって手足が不自由なんですよ。だから海に一回も見に行ったことないんですね。行ったら海に連れてってくれますか。はい。ありがとうございます。ヤスさん。はい。女の私が男の人のやることにあまり口を出すのも良くないと思うんですけど、私とこの子のために階段落ちやめてくれませんか。もう銀ちゃんが言ってたじゃないですか。男というものは女の仕事も自分の力で貸し取っていくものって。俺階段落ちしてその子のお産業を稼いでやりたいんですよ。そしたら本当の父親になれる気がするんです。でも大丈夫ですよ。俺今燃えてますから。なんでそんな悲しそうなことするんですか。ヤスさんに優しくされるたびにいつも悲しいんです。ほら歯を食いしばれ。本官を信じてください。信じます。キスします。キスしたら銀ちゃんのことは教えてください。はい。そんなに毎日毎日キスしてて飽きねえか。はーい、飽きません。なんか俺が来たら急に暗くなったって感じだな。はーい、暗くなりました。悪かったな。悪かったね。あんまり調子に乗るんじゃねえぞ。その顔が調子に乗ってんだよ。俺って女殴っても決まるな。こりゃばあさん切り起こしたらもっと決まるんだろうな。あ、お前ら本読んでんのかよ。何の本だよ。あ、シェイクスピアです。シェイクスピアだろ。すいません、マクベス。マクベス。私がジュリエットで、ヤスさんがロミオ、銀ちゃんがマクベスって呼んでるんです。マクベス。マクベスってなんだよ。悪い野郎だよ。私はどうしても、ヤスさんを撃たないで。お、あれなんだ。あ、あれは医者の衣装です、マクベス。看護師さんの衣装です、マクベス。だからマクベスって呼ぶな。呼ばないって、呼びません。あ、耳とまれちゃった、私も噛んじゃう。あ、で、その医者の衣装と看護師の衣装で何やんだよ。医者の衣装を着て、毎晩看護師さんに遠い注射をするんです。されるんです。日本するときもあるんです。ヤスさんは撃たなきゃ。こなつ、さ、帰ろう帰ろうよ。表に待たせているタクシーのマイターがカチ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 上がってんだからよ。行きません。行かないんじゃなくて帰ろうって言ってんだよ。帰りません。仕方ねえな、こうなったら人助けだよ。靴下履かせろ履かせろ履かせろ。なあ、俺が靴下一人で履けないの知ってんだろ。いつもお前が履かせてくれたじゃん。ヤス聞いてくれよ。俺が一人で靴下履こうとすると台所からすっぽんぽんにエプロンだけ捨て出てきて、俺好きだからよ、裸にエプロンだけさせてこう立たせてたんだよ。な、してたよね。してたじゃん。裸にエプロンだけしてここのとこ何もなくて、してたよね。で走ってきて、ダメ銀ちゃん、一人で靴下履いちゃダメ、私が履かせてあげるんだから。ああ、それにしてもかっこいい土踏まずってお前が言うから俺靴下履けなくなっちゃったんじゃ。どうだヤス。なら履かせろ履かせろ。いいだろヤス。お、返事も遅いな、すぐ来ないと。
も言ってやれよ、吐かせろって。銀ちゃん勘弁してください。勘弁しねえよ。今のは聞こえなかったことにしてやるから、もう一回言ってみろ。銀ちゃん勘弁してください。勘弁しねえって言ってんだろ。お前耳が悪いのか。俺はよ、小夏が好きで好きでしょうがねえんだよ。夜中飛び起きるだろ、ボロ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 泣いてんだよ。小夏に会いて、小夏に会いてって。朝起きるだろ、ここに小夏がいねえんだよ。だいたいなんだお前、日の見気まんのままで熊本から出てきた時、住むところとか着るものとか用意してやったのこの俺だぞ。今京都で役者でございって顔できてるのも俺のおかげだぞ。それがなんだ勘弁してくださいって。勘弁してほしいのは俺の方だよ。銀ちゃん勘弁してください。今のはよーく聞こえた。おい小夏、俺がお前のことどれだけ愛してるか分かってるよな。もう勘弁してください。じゃあやす、分かったところで、お前今度の階段落ちを降りろ。猫助にやらせるから。俺よ、今猫助と気が合ってしょうがねえんだよ。背広も買ってやったんで、靴だってお揃いなんだよ。もう可愛くて可愛くてしょうがないんだよ。二人でバンバン哀愁出てんだよ。哀愁出なくて家庭が出てる君は映画をやめなさい。俺映画はやめられませんよ。あら、どうしてでしょう小夏さん。だって映画は俺の夢ですから。だったら言えるんじゃありません。吐かせろって。吐かせてやってください。ヤスさん、お願いします。ヤスさん、自分が何言ってるか分かってるんですか。お願いします、吐かせろって。なんだこれ、とっても嫌な男みたい。吐かせて。やっぱお前が一番な。おやす、こいつを俺から離れられねえんだよ。お前が必要なんだって。ちょっと金ちゃんやめて、もう来ないで。俺後で小夏さんによく言ってきますんで。そうした方がいい。世の中のルールとか人間どう生きればとか早いとこ教えとけ。ありがとうございます。はい、目が燃えてるよ。はい、ありがとうございます。俺、小夏に惚れてますか。惚れてる。はい、来るね来るね、どんどん来るね。行くよ行くよ、どんどん行くよ。おい小夏、明日から裸足で毎日地下鉄乗ってくるから靴下買っとけよ。おいやつ、はい、いい映画撮って当てようぜ。映画館の中で絶望の中に見るお客さんに遊びに来ていく希望を待ってもらおうぜ。ああ、村岡やすしが命がけで階段落ちをやっている。こんなことで落ち込んでちゃダメだ。リストラされた奥さんに捨てられた、そんなことがなんだ。やつさんみたいに頑張ろう、そう思ってもらおうぜ。じてん、モナムーチャオチャオチャオ。金ちゃん、もしヤスさんが階段落ちで本当に死んじゃったらどうすんの。その時もチャオだ。すいません、もう二度とこういうことをしませんから。俺、金ちゃんに謝ってきます。ヤスさん、金ちゃんも俺にとって大切な人なんですよ。階段落ちをやるのは俺しかいないです。ヤスさん、うるせえ。お前の俺と銀ちゃん何が分かってんだよ。でもあなたはこの子の父親になると約束してくれました。そんなガキ俺が知るかよ。ヤスさん。おお、カメ。ヤスです。ヤスもカメも似たようなもんじゃ。ああ、お盆は撮影休んですまなんだな。あ、いえ、うちの母ちゃんの実家がお寺やっとってな、お経をあげに来てくれって檀家さんがうるそうて。高山先生の奥さんっていろいろやってらっしゃるんですね。保険の外交員とかお寺とか。あ、でな、ええ戒名ができたんや。活動ややすのインコジや。何ですか、いい戒名って。死ぬ前に戒名つけんてどないすんだよ、このバチ当たりもんが。ま、お前が死んで先生には金が入り、母ちゃんはクイーンになるわけで三歩丸く収まるんや。そんなお金ないんですか。アホやな。もう一口保険に入って受取人をこの先生にすればいいじゃないか。困りますよ。誰が生命保険の受取人になるんだ。銀ちゃんです。え、小夏やないんか。変わっとるな。か
変わってますか、俺。はい、もしもし。あ、はい。あ、わかりました。あ、すぐに向かいます。なんか銀ちゃんが、あの、ズマサホテルの405号室で待ってるから来いって。行かないって。行けよ。行かないって。行けって。ヤスさん。銀ちゃんは俺にとって大切な人なんだよ。俺さ、京都にさ、あの、初めて来た時にさ、御用だっていうたった一言のセリフを初めてもらったんだけどさ、いざあの撮影の時にあのスタートって勝ち込むなってさ、カメラがキトキト回ってる時にさ、言えねえんだよ、御用だっていうたった一言が出ねえんだよ。俺さ NG 2次会だしさ、もう周りからさ冷たいしてもらってさ、苦しみそうなんだ。その時にさ、あの銀ちゃんが俺のことポンって抱えてさ、大丈夫だよ、お前には俺がついてる、大丈夫だよ、お前には俺がついてるって。それで俺そのセリフ初めて言うようになったんだよ。心配するな、お前には俺がついてるって、それが俺の人生の全てなんだ。行けよ、行けって。お前と俺と銀ちゃんの何が起こってんだよ。ヤスさん、じゃあ私の目を見ていってください。行ってホテルに行って抱かれてこいって。さあ早く抱かれてきてくれ。ついてきて、せめて入り口のところまで。そして私にも言ってください。大丈夫だよ、お前には俺がついてるからって。僕のかけがえのない人に心配しなくてもいいんだよって。ホスターの涙を拭ってください。そしてこの冷たいみぞれ降る雨はいつの日か上がる時があるさと。寂しい帰り道をいつまでも肩を並べて歩いてください。でないと私辛くて。手繋いで。人は幸せになるために生まれてきたのですよ。人は固く結ばれるために生まれてきたのですよ。俺のことを少しは好きになってくれた？うん。俺のどこが一番好き？ケムクジャラのキャプテンに部室で侵されるところ。変なところが好きなんだね。うん。やってくれる？どうだヤス、ハーフタイムだ。迎えに来たぞ。どうして誰もいないんだここによ。銀ちゃん、勘弁してください。なめんじゃねえぞこの野郎。俺も京都で倉岡銀四郎と呼ばれてスター張ってる男だ。一度くれてやった女を返せとは言わねえよ。俺はよ、お前らが結婚式あげるって言うんで手土産の一つもやろうと思ってホテルに来てもらおうと思ってたんだよ。それによ、俺んところに来てねえんだ。俺んとこだけに結婚式場の招待状が来てねえんだ。これ一体どういうことだ？いや、出しましたよ。来てねえんだよ。いや、トメさんにお願いしたんですが。来てねえんだよ。食べちゃったんですよ。食べた。はい。トメはヤギか。そう。猫助、お前ヤスに話があるんじゃない？え？ヤスさん、今度の階段落ちのことだけど、私がやることにしたよ。何？だから、小夏さんのお腹の中にはベイビーがいるだろう。なに？おい、店長ちょっと待ってくださいよ。銀ちゃんの絵心分かってやれよ。なんだと？あんたにもしものことがあったら、小夏さんのお腹の中のベイビーはどうすんの？まあよ、銀ちゃんが私の方がやりやすいって言ってんだから仕方ないだろ。全部決まったにゃん。決まった
息が合ってるにゃん。合ってたにゃん。まあ、女房だ子供だってイルのことに猫つをつかしてるやつに銀ちゃんの大事な帰り落ちが任せられるか。やっさん、あんたも映画やめたら？なんだこれだろ。映画やめたらはかわいそうだろ。ヤスにもよ、家庭の事情ってもんがあるんだからよ。家庭あれでしょうか、家庭の事情がよ。やれ、小夏さんが貧血で困った、子供のおしめだ、乳母車って撮影所中走り回ってよ。付き合わされたやつはたまったもんじゃないんだよ。撮影所に持ち込まれちゃ困るんだよ。階段落ちの当日、逃げられちゃ困るんだよ。猫助、なんだよ。お前逃げんなよ。私は逃げるにゃー。銀ちゃん、銀ちゃん、銀ちゃん、まただよ。なんだよ。私の袋、西表島で西表山猫やってて、セブン猫もやってるんですけど、今病気なんですよ。ほら、私一人っ子猫だし、ついててやりたいんですよ。いや、私は死んでもいいんですよ。私は死んでもいいのよ。ね、やっさん。でもいいの。環境庁して絶滅危惧種類特別天然記念物が絶滅してもいいの。いや、何も言えなくていいの。ヤスさんの見合いでわかるの。でもヤスさん、口下手だから言葉にならないのよ。え、何？島に帰って親孝行しろ。ヤスさんがそこまで言うなら。それでは皆さん、短い相手でしたがありがとうございました。にゃん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 、銀ちゃん、私にも握手をください。よし、みこつけ、お前にも握手をやろう。ここによ、200万ある。これでおふくろさんにイチゴでも買ってやれ。200万のイチゴ買ったら島中イチゴだらけですよ。だからよ、イチゴは少しだけ買って、あとはおふくろさんの入院費にしろって言ってんだよ。やあ、逃げましたね。仕方ないだろ、天然記念物なんだからよ。だけどよ、俺の大部屋連中ってのは猫だヤギだ、人間とりゃいないんだから参るよな。おかしいか、この夏これ言うとみんな笑うんだけどよ、俺は笑えないよ。もう一回言うよ、これ言うと俺はみんな笑うんだけどよ、でも俺は笑えないよ。何がおかしいの。いや、あ、じゃあ俺も行ってみよう。俺の友達ってよ、猫とかヤギとかばっかでよ、人間っていうのはいねえんだよ。みんな笑うかもしれないけど、俺は笑えねえよ。どうして笑わないんだよ。いいじゃん、どうして笑わないんだよ。いいだろ。いや、よくないですよ。夫婦ってもはね、一つの価値観に向かってふうふうふうって一緒に走んなきゃいけないんですか。やす、はい、物は相談なんだが、まさか階段落ちやめろって言うんじゃないですかね。お前にもしものことがあったら小夏はどうする。小夏は関係ないですよ。 俺映画やってるんですから、小夏もその点分かってくれてますよ。いや、でも小夏はよ、いや、あんたにとって小夏が可愛いってのは分かりますよ。でも俺にとっても可愛いんですよ。でもそれと映画とは関係ないでしょうか。第一、階段落ちをやめたら封切に間に合いませんよ。そりゃ社長に言って何とかしてもらおうよ。あ、もう言っちゃいけませんよ。俺たち活動やもね、何が何でも封切りだけは送らせてないんですよ。なんすか、銀ちゃん、目が燃えてませんよ。活動やもね、いつでも目が燃えてるんだ。少し痩せたか。安のやつわがままだし、食い物とか好き嫌いが多いから大変だろ。でも可愛いやつだしよ、ちゃんと尽くしてやるんだぞ。結婚式、いよいよ明日だな。おう、そういや、お前の弟の新一郎、受験の時ずっと俺のとこに居候してたんだよ。頭いいぞ、あいつ。朝まで祇園で俺と芸者でどんちゃん騒ぎしてさ、ちょっと行ってきますって言って兄弟一発で合格だよ。でよ、うちの兄貴といつ結婚するんだって前に責められちゃって参ったよ。相手俺じゃないもんな。でよ、新一郎のやつ、ヤスにいろいろ言ってるらしいんだが、二人仲良くやってくれないかって、お前の口から言ってやってくんないか。
ちゃん、ヤスさんがね、私のこと幸せにしてくれるって言ってくれてるのよね。私信じようと思うの。ヤスさんの田舎の人吉にも言ってきたの。よろしくお願いしますって言われたのよ。馬はなんて？ヒヒーンって祝福してくれた。ヒヒーンじゃ、俺たちもうダメだな。ケンちゃん、女はね、いつもそばにいる人を好きになるものなんだよ。ヒヒーン。こなつ、俺はお前の優しさに甘えていつもお前を一人ぼっちにしていた。でも、お前のいるところにいつも俺がいた。そして私のいるところにはいつも銀ちゃんがいた。ヤスと別れたら。別れないよ。私には別れんな。ヤスさんの心の一番深いところには、優しくて清い気持ちがあるって。この子のいいお父さんになってくれるって、信じられるの。もしも別れることがあったら、俺んとこに戻ってこい。別れないよ。医者はどっちだって言ってる？女の子って。女の子？よし、俺その子と結婚しよう。よかった、真面目に生きてて。おい、こたつ！俺らスターとお前らゴミとの違いを教えてやる。スターの花っていうのは、人間真面目に生きてりゃいいことがあるって、信じる力のことだ。ケンちゃん、明るく演じ続けて。ケンちゃんにはいつまでも、私の王子様でいてほしいの。土方、新選組土方歳三だな。いかにも土方歳三。お命頂戴する。貴様ら、腹くくってかかってこいよ。今日の俺はぶっつん切れてるからよ。はぁ、はい。土方君、止めてください。近藤さん、オラは寂しくて寂しくて気が狂いそうなんです。やめるんだ。新選組副長土方歳三、せめて今宵限りは一切りに抱えて切って切って切りまくり、今日の町を地に染めたいんです。ああ。行くわ、住めらぬことの終わるところ。何？命取るは西郷吉之助。何？勝沢の神回収。何？そしてそして土佐の竜。何？ご列席の皆様、本日はお日柄もよく、ヤス君、コナツ君、若い二人に、あっ、銀ちゃん、次は階段落ちのシーンお願いします。あ、馬之助先生、倉岡銀四郎一世一代のお願いです。階段落ちの件、中止にしてください。二人は新婚です。ヤスは俺の可愛い弟みたいなもんなんです。この通りです。階段落ちがのうなったら、己が主役じゃなくなって脇に回ってもらうことになるな。縁が。構いません、お願いします。わしは可愛い小夏を悲しませないためにも我慢はできるが、平手600万の中村屋が己のために3ヶ月京都に来てもらったんや。片腕くらい持っていかんと収まるやつか。バクタン持ってこい。腕出せ。
分かった。中村屋コンコリ、こんな成り上がりの腕の一本持って帰ってこの中村屋の家柄がカッコつくと思うか。そこだから俺は反対したんだ。どこの馬の骨かわからんガキを主役に使うのは成り上がりが悪いか、うん、馬の骨が悪いか。よせ銀河寺、貴様ら下道の歌舞伎役者がうぬぼれんじゃねえよこの野郎。家柄、一体何の家柄だ。たかが100年前までは京都の四条河原で男芸者やって裸踊りしてたやったやつだが何の家柄だ。貴様らヤスとかトメさんみたいに必死で這い上がろうとしてる人間を一度でも愛しいと思ったことがあるのかよ。銀の字、これだけは覚えとけ。この日本で相撲取れら歌舞伎に逆らったらこの世界で生きていけねえ。これがタブーだ。おめえら俺らのケツペタについてきてりゃいいんだ。ダメんなよ。ここで引き下がったら俺は銀ちゃんじゃねえんだよ。俺だけは歌舞伎下道に頭下げねえ。なんで俺が銀ちゃんって呼ばれてんだ。なんで俺が歌舞伎連中から銀ちゃん銀ちゃんって慕われないんだよ。それはよ、俺がお前ら歌舞伎畜生には頭下げねえってみんなが信じてるからだよ。お前一人で俺ら歌舞伎とやり合おうってのか。俺がやらなくて誰がやるんだ。じゃあ大部屋一人殺してもらうぞ。ああ、うまさん、先日の結婚式はどうもありがとうございました。和歌山先生、すみません和歌山先生、もうスタートの結婚はねいいって言いますけども、食うものは食うし部屋は濃くしキーばっかり高くてもう困ると思うんですよ。あ、それでは和歌さん、スターばっかりが集まる飲み会来月から俺も参加してもいいですか。あとゴルフコンボも、ね、お前はスターじゃねえだろ。月にスターになりますよ。おい、ヤセ、はい、お前このやつ殴ってるみたいだな。殴ってませんよ。今殴っただろ。お前が殴られたような顔するから言われるんだよ。殴る。俺が自分の女房に何しようと買ってるでしょ。そりゃそうかもしれんけど、腹くくってお前の女房になった女痛むるなよせ。神戸やろうかよ。なんだとこら。いや、小夏さんはいつ見てもひれんねんな。待てる、大部屋から見たら光り輝いております。皆さん、触っていいでっか。それ、父さん、触らせて。な、何すんだよ。広瀬さんも俺の先輩なんだよ。もうあんたはもうスターじゃないんだよ。殴られて600円、蹴っ飛ばされて800円のこの大部屋のヤスさんの女房なんだから。嬉しいか。いいえ。ヤスさん、我慢や。あ、広瀬さん、ちょっと席を外してください。うん、ね、あと飲み行きましょう。ね、またね、どうも、うん、どうも、お疲れ様です。どうも。どこ行くんだよ。いると嫌だろうと思って。そりゃ嫌だろうって仕方ないじゃない。結婚して夫婦になったんだから一緒にいなきゃ。いや、俺別にな、出てってもいいんだよ。でもさ、階段落ちが近づいてるじゃない。みんなさ、俺が階段落ち逃げるかと思ってさ、見張ってるけど、俺逃げやしねえって。だって、これが、これで、これがいるから。大変なんだよ。てめえの勝手でもねえのにさ、俺は階段落ちして死なれてならねえんだから。でも、あの野郎の方がビビって逃げたりしたな。だって俺が死にゃ、殺人だからな。あの野郎って誰ですか。銀の字だよ、銀の字。あ、やだ、昔の男の文句言われて、やだ、やだ。たくもうこの女の表情なんだからよ、ほら、お地蔵さんみたいに。でもね、今は僕が君の亭主だからよろしくね、お地蔵さん。あ、どうしたの、髪型変えた。はい。そう、まだ銀ちゃんがこの髪型がいいって言ったんでしょう。もっとさ、ピラピラについた銀ちゃん好みの服着なよ。あんたはね、銀ちゃん好みの女でいればそれでいいの。やめてくれる。そんな話してどっこいしょって言って座るの。俺さ、最近目が燃えてないって言われるんだよ。燃えてますよ。毎日毎日私をどうやっていたぶろうかって燃えてますよ。ああ、全然面白くない。もう全然面白くない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 。あ、銀ちゃんすごい2時間くらいになったな。お前来るなんて言ったのか。遠慮してくれって。どうしてそんな余計なこと言うんだよ。俺銀ちゃんと飲みたかったんだよ。銀ちゃんとかってバカ言いたかったんだよ。
初めて見たよな、あんな寂しそうな顔する銀ちゃん。あんな寂しそうな顔する銀ちゃん見るんだったら、お前と結婚するんじゃなかったよ。お前のせいだよ。じゃあなんだお前、新婚旅行来なって言ったのか。いや、あの人が来たらさ、あんたはあの人と一緒のベッドに寝てさ、俺は外へ出て公園しのうと思ったんだけどな。来るわけないでしょ。なんで。常識で。常識？なんか俺たち常識で一緒になったんだ。常識があったら目の前で女房抱かれてるの黙って見てられるのか。昔の男の靴下履かしてんの見てられるのかよ。やめてください。やめて。家が汚れるからやめて。何が家だよ、ふざけんじゃねえよ。なんだよ、どこで抱かれた。ホテルか。この部屋か。この部屋のどのあたりだ。あの野郎はよ、毎朝地下鉄に乗ってさ、お前に靴下履かせてもらいにやってきたのか。ぶん殴られて600円、蹴っ飛ばされて800円、俺はその子の3人を稼ぐためにさ、頭からガソリンかぶって死ぬ気でスタンドやった時に、お前はあいつをこの部屋に連れ込んでいたのかよ。抱かれていたのかよ。靴下履かしていたのかよ。あ、ごめんごめん、つい遊んじゃった。いやもう別に責めてるわけじゃないんでさ、いやもうあんたはね、ね、凛ちゃんにさ、もう可愛くさ、靴下履かしやってさ、抱かれていればさ。どう、凛ちゃんに最近優しくしてる？知らないですよ、もう関係のない人ですから。もう関係ないですよって、介護部ちゃんって、この狐がよ。もう俺はね、凛ちゃんには大切な人なんだからね、もうよろしく頼むよ。よろしくって何ですか。ガンガン来ねえんだよ。もう最近撮影所であってもさ、ガンガン来ねえんだよ、手抜くんだよ。あれほどさ、やすやす可愛がってくれた人がだよ、前からさ、東京からさ、あのアイデアが連れてきたさ、ダメダメ、俺のアイデアがヤスじゃないとダメ。ヤス、ヨーマス、ヤス、ヨーマス、ヤス、死んでくれるな、はいヨーマス、じゃあ真剣でいいな、はいヨーマス。もうさ、撮影所ではさ、俺とギンちゃんのやり取りに対してさ、嫉妬の面がすごいのよ。もうやっぱりもう大部屋とスタートの関係はこういった関係で出なくちゃね。で、俺もガンガン燃えてくるわけ。ほなあの野郎よ、手加減しないで真剣でガンガン切ってくるからさ、俺もひょいひょいって避けられるわけ。燃えてるからさ、怪我しねえんだよ。なのにさ、最近の銀ちゃんって来たらよ、ガンガン来ねえしよ、手抜くしよ、びっくりすることにさ、撮影所でさ、目合わそうとしねえんだよ。俺に何が不満があるんだよ、あの野郎よ。俺なんだって飲み込んで行ったじゃん。あんた連れてきてさ、こいつの夫になってくれ、はいヨーガス、この子の父親になってくれ、はいヨーガス、この子だって飲み込んでやってたんだよ。何が不服なんだろうね。一体何が不服なんでしょうか。ね、ちょっとさ、電話室聞いてくれ。俺が悪いとこだって謝るからさ、もうあんたしかいないんだよ、俺と銀ちゃんなら頼むってくれるのは。ねえ、いつも電話してるでしょ。してません。電話してるだろ、俺連れがよ。なんだよその目は。え、俺はいい映画撮りたいだけなんだよ。あー、ごめんごめん、話し合おう、ゆっくり話し合おう。ね、いや、夫婦は会話することが大切ですなんだからさ、そんな怖い顔しないでさ、夫婦会話がなくなったらもうおしまいだからさ。その今の俺の精神状態は、そのなんていうのかな、こう階段がカクカクで、階段落ちが詰まっているから、カク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 と頭が血が上ってるんだよね。死ぬかもしれないでしょ。そう、死ぬかもしれないの。よくて半身不随。そうだね、死ぬね、大概死ぬんだけどな。まあ、読んでる読んでる、ちょっと待って、体半分ちょっと、ね、今自慢心できないから近いね。あ、で、銀ちゃんが階段をする時に、階段を登って、俺を本気で殺すために、バサッと切って、俺が階段からゴロゴロ落ちて死ぬ。そしてカメラが寄ってきて、はい、銀ちゃん撮って、かっこいいと、これがやりたいのよ。あんたはどうなんの？私ですか？いや、私はこう階段がカクカクになってるところに、コロ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 転がって死ぬわけですよ。で、銀ちゃんのポーズが決まって、カメラが寄って、はい、オッケー、銀ちゃんかっこいいと、これがやりたいのよ。だからガンガン来てもらわないと困るわけ。なんでガンガン来ないのかな。ねえ、ちょっと電話聞いてくれる？なんでガンガン来ないのかなって。あ、そうだ、アドバイスあるわ。あのホテルに行ってさ、お互いスパーッと裸になってさ、アンガンも言いながらさ、ねえ銀ちゃん、ヤスさんのこと本気で聞いてくれる？こういう個室がしたらさ、多分銀ちゃんもさ、あの聞く耳持ってくれんじゃないの。いや、だってそうしないで映画が成り立たないって言ってくんない？いつも電話してんでしょ。してません。電話してるのこれ、連れまよ。俺が階段落ちて死ぬ時、死ぬの？そんな顔すんなよ。もう大部屋も暗いんだからさ、惚れられてるって勘違いされたろうが。
あんたキエちゃん好きね。いや、今はもっとお前のことが好きなんだけどね。でも言えねえんだよ、大部屋だから。やっさん、あなた間違ってます。間違ってんのおめえだよ、ゴミだよ。お前この部屋に初めて来たって言ったよな。あんたたちゴミに私たちスターの何が分かるのかって。分かんねえんだよ。あ、そうだ、あの昨日さ、お前の水戸の、あのお父さんからさ電話があったよ。早く実家に娘を返してくれって。なんだよお前さ、お前のこと無理やり引き止めてたのか。え、すいません。そのお父さんっていうのがすごいんだよ。先日お袋さ挨拶に行った時にさ、いきなりさ、オタク何、オタク何ってなんだよ。だって前日にさ、俺さ、お嫁にもらいに行きますって電話してんだぜ。でいきなり玄関出たらさ、僕と2本持ってきてさ、バン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 殴るんだよ。あんたいくら稼ぐのって。めよ、初めて来た男にそのことするか。それが大学の教授がなんか言ってさ、偉そうなことね、仕事やってもしんないけどさ、なんであんな喋り方すんの、なんであんな偉そうな喋り方すんのね、なんでそんなに大学の教授で威張ってんの。おい見ろよこれ、傷、お前のお父さんに殴られてできた傷。でもこれ田舎者だからその傷見てよ。何言います、傷口とてもリアルね。私も映画に出たい。ねえ、殴っていいってガン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 俺だっても殴んだよ。笑ったろ、笑ったろって聞いてんだよ。鼻にさらしやがって。それでよ、もうその血だてになってるのさ、あまりにも血だてになってるからさ、そのお袋が見てさ、何言いますこれ、映画の撮影じゃなかったの、ぶっちゃいけなかったのって。申し訳ございません、申し訳ございませんって頭の先をさ、地面にこうさせて土下座するわけ。実の息子がさ、他人の男にぶん殴られて自殺になったの見てる親の気持ちがお前分かるか。分かります。じゃあよ、殺害だと勘違いしてさ、自ら自分の息子の頭をガンガン叩いてさ、血だらけにしてさ、あ、殺害じゃなかったのって気づくお前の気持ちがお前に分かるか。それはちょっと分かんないんだよ。だよ、普通だったらよ、普通の娘ですかって言うのが普通だろうがよ。質感なのはこの腹だよ、この腹だよ、この腹だよ。言ってください、お店を知らなきゃならないのはこの腹だろうが。やすさん、え、今日病院でね、子供の首にはへそ道の巻きついてるらしいんで気をつけてくれって言われたのよね。それをやすさんに相談したくて。知らねえよやすさん。バチバチなんじゃねえやすさん。お前の他に誰がバチが当たってんだよ。昔の男に崩した吐かしてよ。ほんでさ、俺、お父さんにさ、名判でさ、税込みの金額言ったんだよ。私は月に6万円稼いでいます。6万?ダメだ、ダメだ!うちの娘は青山学院でキャンパス娘やってた時には、月40万稼いでた、40万。お前もどうしてんすか?今は使えないから。今は使えるからって、我慢してたのか?我慢してます。じゃあ、我慢しなくていいから。出てけ。嫌です。なんで？だって私にも悪いところがありましたし。あんたは悪いではないよ。俺の性根が腐ってるだけだよ。結婚式はすごかったよね。ここから半分誰もいないんだよね。どうしてお前の答えも来なかったの？来なかったからです。そりゃそうだよね。来なかった人は来るわけないもんね。カチンと来るんだよね。俺のところさ、4人掛けのさ、教会の店さ、ペンコモになっていたからね。だけど、このままで人吉の田舎からよ、どめ出したのがさ、結婚してりゃわっしょいわっしょって豚とか鳥とか抱えてさ、バス連れてやってくんだよ。こんなちんてな短いネクタイしてよ、結婚してりゃわっしょいわっしょいって。笑ったらでしょ、笑ったら笑ったら笑わないよ。なんで？だって、私たちを祝福するために来てくれたんだよ。じゃあ、なんでお前のところは俺たちのためにだーもう来なかったわけ？なんで誰も一人も来なかったわけ？あ、お前は来なくてって言ってんのか？あ、お姉さんが行くなって言ったのか？大部屋の結婚式は行かなくていいって。すいません。いや、いいんだよ。まあまあいいんだよ。俺一人が我慢するからそれでいいんだよ。でもな、おやじの僕に言われたんだよ。なんで誰も一丁も来なかったん？俺なんで答えていいか分からなかったよ。まあ、要はね、おやじの僕のは、ちょっと大恥をかいたかなっていうことだけは覚えていてほしいわけ。分かってます。俺が階段落ちで死んだ時、死ぬの？死んだ方がいいと思ってんだろ。
でもな、死ぬ瞬間にさ、たった一つだけお前のおふくろさんにすごく腹立ってたっていうことは覚えてほしいわ。で、お前のあのお母さん、今日か明日か産むか産まないかわからないのに偶然一つ送ってこないあのお母さん、でも一人娘なんだから普通送ってくるよな。でさ、初めて会った時にさ、やだ、結婚相手銀ちゃんじゃなかったの、こんな人と結婚するんだったら銀ちゃんの愛人になりなさい、こんな人、おめえのお母さんなんだよ、髪型こんなでさ、じゃら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 宝石つけてさ、こんな短パン履いてさ、スパ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 スタバコ捨てたお前のあのお母さん、クラブのママなんかやってたようなあのお母さん、言ったよね。言いました。こんな男と結婚するんだったら別の男の人の愛人になりなさいって言いますか、普通言いますか。言います。それでよ、そのお子さんがな、あんた何やってるの。はい、百姓です。百姓ダメだダメだ、うちは米食わないから、パンだから、うわー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 。じゃあよ、生まれてくる子供がよ、女の子だとしてよ、で、結婚するときにさ、相手の男にさ、こんなアホと結婚するんだったら別の男の人の愛人になりなさいってお前は言うか、言うか。言いません。でもお前のお母さん言ったんだよ。なんで、なんで知ってたんだよ、そのお股の子が本当は俺の子じゃないって知ってたんだよ。だからよ、お母さんタバコスパスパ吸ってたんだよ、お父さんってことぶん殴ってたんだよ。なんだよ。今日ね、病院に行ったら、もしもの時は帝王切開も覚悟しといてほしいって言われたんだよね。私貧血症で鉄分も足りないので、もしかしたら止血だれを出してしまう。鉄分が足りないってなんだよ。鉄分が足りないのよ。だから普段から鉄食えって言ったから、鉄食えって鍋とかやらんのか。私そんなに強くないですから。だから歯鍛えろって言っただろ、普段から歯鍛えろって。だいたいよ、散々スカウトめくっといてよ、あげくの果てにはさ、鉄分が足りないなんてバカにすんだよお前。あ、お前レール食え、レール。くしゃ転覆させろよ。俺はな、本来こういうストレートな人間なんだよ。鉄食えって言うよりさ、そんな素質な俺を騙すな。知ってたんで。だからヤスさん、俺のお腹の方、その子は俺の子じゃないって、そのお腹の子は本当の子は俺の子じゃないって知ってたんだ、あのお母さん。だからさ、ハンカチ目に当ててさ、近所にさ、うちの娘が不憫に、うわぁうちの娘が不憫に、うわぁなんて言ってたんだ、あのお母さん。知ってたんだ、お腹の子が俺の子じゃないって。だから知らないですよ。変わってるね、外変わってるね。かわいそうで言えないよ、そんなこと。かわいそう、じゃあ何よ、俺のおふくろはかわいそうじゃないわけ。子供が生まれた時、どの面下げてその赤ん坊を抱けばいいわけ。だから生まれてくる子もちゃんと生まれてくるかどうかわからないって。甘ったりとかねえじゃねえよ。甘ったりとかそういうんじゃないのよ。俺のな、あの兄貴の嫁さんなんてな、2、3ヶ月の間に田んぼの遊びしてるポンポン赤ん坊産んでたよ。だから田舎の人はお尻が大きいから。大きい小さいの問題じゃねえよ、根性の話だよ。鉄が食えるかどうかの根性の話だよ。だから鉄は食べられないって。食えよ。大体よ、スタジオの隅に行ってさ、スカートめくってよ、昔の男の靴下が履かしてるからよ、鉄の足りない体なんだよ。何のそこってどんな腰の振り方したらさ、へその方が赤ん坊の首に巻きつくんだよ。銀ちゃんとどんな腰使いしたらさ、へその方が赤ん坊の首に巻きつくんだよ。女の靴して満足に子供も産めるのかバカ野郎。ちょっと待ってください、そこまで言うことないじゃないですか。ああ、もう一度言ってやるよ。なんでお前の靴の女ができることお前できねえんだよ。思い出しちゃった。思い出しちゃったね。弟出ました。はい、皆さん、弟が出ました。弟だけは殺してやりたいね。聞こえた？弟だけは殺してやりたいねって言ったんだよ。なんかさ、京都に帰るたびにさ、銀ちゃんと飲み歩いてんのかな。確かにか。普通さ、結婚してさ、ユンボの旦那と一緒に飲みに行かねえか。飲みに行くか、赤の他人と。京都の河原町ですれ違ったんだよ。よー、新一郎さんって言ったらさ、あんた誰？俺あんたのことある人認めてませんが、話せよ。話
なぜ、なんでお前が言わせるのか。育てよ、親よ、銀ちゃんもと稼いでねえよ、花もねえよ。でもさ、お兄さんって一言言ってくれたらさ、頭からガソリンかぶってスタントやってさ、腰だけで渡してるよ。それはよ、京都のどんなの河原町でよ、俺たち一家は銀ちゃんと結婚してほしかったんだよ。あんたは兄貴と認めてませんから、この大部屋やろうがよって。おい、助けてください、殺さないでください。俺が何かしたか、弟に何かしたら納得いくよ。納得いかねえんだよ。おい、今の弟の背中を越されないよお前。またお茶漬け食べてる。ダメじゃない、栄養のあるもの取ってもらわなきゃ。りんちゃんがどんだけ悲しむと思うの。さん、はい、私今日すごく出血して、おめさんたちに病院に連れてってもらって、今まで寝てたから何も作れなかったので、出血がどうしたって。あ、昔の男に靴下が走ってるから。あ、俺しつこい、しつこい、しつこくないです。すごいだろ、靴下がどんどんぐち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 言ってさ、すごいだろ、すごいだろ。すごくないです。なんだよ、なんだよ、もう私夫婦だろ、お前触らせろよ。え、わ、まあ、アメリカじゃな、まあ、セックス困ったな。逮捕されてさ、裁判沙汰になるって言うの。言えねえのかい。すいません。すいませんね。じゃあ、どうぞ。じゃあ、どうぞって言って触れて起きるかよ。これで分かったよ。銀ちゃんを触らせることができてもさ、俺には触らせることができないってはっきりしたよ。まあな、俺はさ、お茶漬けばっかり食べて栄養失調のデビューザーになって、銀ちゃんがどんだけ楽しむと思うのかなってさ。でも爆破損か、邪魔しんだよ。なんだよ。さあ、なんだよ。よく聞いてたらいつもいつも、私の別れた男のこと、ぐち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 言いやがってよ。いや、だから別れた男じゃない、別れた男じゃないの、別に。別れた男じゃない。あんた大体さ、あんだけ蹴りやがってよ。あんだけ蹴りやがったら、普通の人間だって死ぬんだよ。じゃあ、なんでお前は死なないんだよ。ひょいひょいって受けてたからだよ、このこんにゃく野郎。それにジェット機落ちろ、ジェット機落ちろ、えいってあんなんで落ちるかよ。落ちたよ。しかもさ、何ノットギルティ、ノットギルティってあんな6年生でノットギルティなんて英語知ってんのかよ。知ってたよ。しかもあんたって外人初めて見たのは高校の修学旅行で行ったホーユーじゃなかったのかよ。まったくおかしなことばかり言いやがってよ。なんだよ言いがかりが違ってよ。なんだよ言いがかりって。私たち綺麗に別れたの、美しい別れだったの。私は美しい思い出としてしまっておこうと思ってるのに、あんたがぬーって顔出すからうさくなっちゃうじゃないのよ。なんでよ、その言い方は。謝るなら今のうちだぞ。謝んねえよ。じゃあお前はいい思い出で生きてるかもしれないけどさ、俺は何にかけて階段落ちをすればいいわけ。銀ちゃんのことは忘れる。だから少し時間をちょうだい。私だって嫌いで別れたわけじゃないんだから。何事だ。銀ちゃんを忘れるための間を作ったんだよ。え、5、4、3、2、1、よーし、もう銀ちゃんのことは忘れたな。忘れた。お前の心の中にはもう銀ちゃんはいないな。これどっちもいないな。じゃあオリンピックの三段跳びで金メダル、銀メダル、銅メダル、どれが欲しい。銀ちゃんメダル。どうだ。やめて。おかしいじゃない、おかしいじゃない。オリンピックだ、オリンピック。普通金メダルが欲しいって言わねえか。なんだよ銀ちゃんメダルって。やめてよ、お腹切るのやめてよ。怯えてんだよ。何に怯えてんだよ。京都でよ、大部屋一人で殺さないくらいでよ、スターなんて果てられるかよ。これはな、銀ちゃんにはな、和歌山先生や中村若旦那よりもスターになってほしいわけ。お前なんかに銀ちゃんの俺の関係壊さず困るかよ。お前がこの家に来なかったら俺は銀ちゃんとずっと前向きでいたんだよ。さあ、本当にそう思ってんの。
本当にそう思ってるって言ったらどうする？銀ちゃんのことはもういいです。十分です。トメさんがヒロトさんから言われたの。最近ヤシさん変わったねって。裏表のない正直でいい人だったのに最近変わったって言われてるの。私それが辛くて。本当に私が来てからヤシさんは変わったんですか？変わったって言ったらどうする？辛いです。変わったよ。どこ行くんだよ、どこ行くんだよ。俺もあと30分ぐらいしたらもう階段落ちして死ななきゃいけないんだからさ、もうちょっと話しようよ。本当変わりましたね。変わったよ、お前のせいです。一つ聞いていい？え？本当はあんた、私のことどう思ってたの？どうって、こんな大部屋に俺何かあるか？どうなってんだよ。うんなんだれて600円、蹴っ飛ばされて800円、ガソリンかぶって900円。この大部屋に何かあるか？俺は銀ちゃんの話してんだよ、銀ちゃんの話を。だから銀ちゃんがガンガン来ないから困ってるんだよ。そんなことじゃ階段落ちの時にさ、カメラが言ってきて、はい、銀ちゃん持ってかっこいいって出やしねえんだよ。俺何のためにお前と付き合われたんだよ。俺何のために10年間銀ちゃんにぶん殴られ続けてきたんだよ、蹴っ飛ばされてきたんだよ、娘らみたいによ。俺は何のために目の前で女房と別れてるのを我慢していったんだよ。俺は何のために階段落ちして死ななきゃいけないんだよ。そんな風にね、現実の今になってそういうこと言うんだったら、私が初めてここに来た時に3ヶ月とか4ヶ月とかに行ってくれれば、それがあんた自分の子として育てていいかとかさ、信じていいとか言うからさ。私聞いたわよね、信じていいって。あんた言ったわよね、信じていいよって。私聞いたじゃない、後悔しないって。あんた言ったわよね、後悔しない、信じてくださいって。私どうしたらいいの？うちの母のこと謝ります。父もご無礼いたしました。一人のお母さんに応援孝行します。弟にもちゃんと言って聞かせます。私どうしたらいいの、教えてよ。最初はさ、金ちゃんにくっつけられたかもしれないけど、この子には私はヤさんと心をつなぎ一緒になったんだって言ってやりたいじゃない。じゃあどうすればいいの？私が死ねばいいわけ？じゃあ死ねって言ってよ、私死ねから。俺さ、そのお腹の子が本当に俺の子だったらいいなってずっと思った。そのお腹の子が本当に俺の子だったらいいなってずっと苦しんでた。田舎の親父と子がさ、子供が生まれるの本当に喜んでんだよな。俺の親戚親身のお前のことが好きでさ、ヤス、よくやった。小松さんはいい嫁だ。あんたって美人ってとこがいい。留守は村岡家にはダメ。兄貴の嫁さん、私は小松さんとうまくやっていけると思う。でも小松さんには、私がこの家に初めて行った時と同じ苦労は絶対させない。もし小松さんに文句のある人がいたら、私の前で言ってください。宣言者さんだ。それお前を俺の田舎に連れてくれば、みんな喜んでくれると思うけど、こんなに喜ばれてはな。生まれてくる子は野生じゃなくて、まさに似てたらどんなにいいかなって言われるたびに辛かったんだ俺は。誠、お前まだ会ったことないけど、誠もお前のことってさ、野生ちゃん、マスメイちゃんいつ来るの？赤ちゃんいつ来るの？ほら赤ちゃんだよ、赤ちゃん。僕は小さい時に日本の目にかかって昨日重度なんですが、3ヶ月も過ぎて電車がくっついたままで近所から高山さんって言われてんだよ。口の丸めてさ、ねえ、いやそうしな、この3年生いつ来るの？赤ちゃんはいつ来るのって今幼稚園生でさ、一生懸命喋ろうとするんだよ。いやそうしな、
このお姉ちゃん、赤ちゃん、僕のことをいじめないかな。僕、手足がこんなんだから。このお姉ちゃんの赤ちゃんに嫌われないかな。僕、一度海見に行ったことないから、このお姉ちゃんが来たら一緒に連れてってもらうんだ。ポチャーン。お前は手足がくっついて不自由なんだから、降りるわけがないんだって。でも、このお姉ちゃんが来るまで僕は板外して、降りるようになるんだって。プロの中でさ、おっとするみたいな声だしさ、ブッブッくるってさ、口の中に水いっぱい入れてさ、しずらな声出すんだよ。クッ、クッ、俺がやめろって言ってもさ、僕はこのそのレジャー来るまでおいでになるんだって。体により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 さ、しずらな声出すんだよ。クッ、クッ、クッって言いながらさ、お前は動けないんだよ。手足が誰も触りなくくっついて不自由なんだからって。僕この夏の電車が来るまで泳げるようになるんだ。赤ちゃん、僕のこといじめないかなって泣くんだよ、誠が。誠、ずっと待って。お前は翼を持った天使じゃないか。誠、なぜ泣くの。お前は竹木光の戦士じゃないか。いつか君とはにも人が生きることの意味を、人が生きることの意味を、人が愛することの意味を、人が愛することの意味を、いつも考えてるな。ヤスさん、大丈夫だよ。私が一緒に泳いであげるよ。誠くん、大丈夫だよ。この子だって生まれたら一緒に仲良く遊ぶよ。嫌ったりしないよって。でもヤスさん、今までずいぶん辛い思いさせてきたみたいで。そうだ、本当にそうだった。私も女だからさ、やっぱり見たいじゃない。おぎゃーおぎゃーおぎゃーって。きっとお腹の子もさ、首にへその緒が巻きついて苦しいんだと思う。だけど生まれたいって頑張ってるんだよ。だから私も頑張って産んであげたいんだよ。どうしたらいいんだろうな、俺。ヤスさん、頑張ろうよ。わかんねえんだよな。ヤスさん。わかんねえんだよな。そうだ。いいんじゃないの、もう。やめて。話せよ。やめて。話せよ。あ、もしもし。やめて。銀ちゃんですか。あ、銀ちゃんの声聞くとほっとすんな。あ、俺です、ヤスです。銀ちゃん、どうしたんですか。もう最近冷たいじゃないですか。話しましょうよ。俺、銀ちゃんに冷たく疲れると何していいか分かんないじゃないですか。あ、この人も臨時に入りました。もうめちゃくちゃ寂しがってますよ。不安ですよ。あ、まあ、お子さんっていうのは女性にとっては本当に一大事ですからね。そういう時に頼れる男がそばにいることが必要なわけ。じゃあ俺と銀ちゃんはどっちが頼れるかっていうと、それは銀ちゃんでしょ。俺じゃないですよ。俺じゃないんだよ、銀ちゃんなんだよ。お前に必要なのは、あの、小松の手に握ってやってくれません？うん、なんかあの赤ん坊の逆子で、へその尾が赤ん坊の首に巻きついて大変だったらしいんですよ。お互いは危ないらしいんです。で、出血もひどかったらしいんですよ。ほら、よくはこのさん、鉄分が足りなくて貧血で倒れてたじゃないですか。あ、このさんは、頑張ってました。よく鉄分取ってたんですが、このさんに努力はしていたんですが、俺が大部屋根性丸出しでセックス拒んだらどうのこうの、靴下履かしてどうのこうのってぐちぐちぐち言うもんですから、それで鉄分が足りなくなって、その方が赤ん坊の首に巻きついたらしいんです。俺が悪いんです、俺が悪いんですよ、俺が悪いんですよ、銀ちゃん、俺が悪いんです。このさん悪くないんです。この巣にもし一大事なことがあったら俺生きていけないんですよ。どうしたらいいんですか、凛ちゃん、教えてくださいよ。俺とても不安なんですよ。この巣は俺の宝です。この世に二つとない俺の全てなんです。俺の宝なんです。どうか凛ちゃん、この巣のそばにいてやってください。池田屋階段落ち出演の皆様、
第7スタジオにお集まりください。池田や楓持ちに出演の皆様、第7スタジオにお集まりください。お前のことをね、好きになるんだけど、辛かったんだよ、この身が。切なかったんだよ、この心が。お前のことを失いたくないと思えば思うほど、苦しかったんだよ、この本館の身が。切なかったんだよ、この本館の心が。ヤスさん、そろそろ時間だ。スタジオに入ってくれ。リンちゃん、どうします？弟みたいな奴を殺そうって言うんだ。ビクビクしてますよ。リンちゃん、優しい人だな。そうだな。監督、俺はどなたも構いませんから、リンちゃんのアップ、OK、リンちゃんかっこいいよ。よろしくお願いします。わかった。さん、私待ってちゃいけませんか。生きて帰るってないと思いますか。やらないときは好きなことください。もしもし、お母さん、小夏です。一人で大丈夫。ねえお母さん、ヤスさんと私のこと祝福してください。だってヤスさんの命がけで階段落ちしてくれてるんですから。お願いします。さあ、よいこっか。おいおい、外は雪だぞ。大丈夫か。お父さんがね、私のことを思えば思うほど胸が苦しいんだって。私のことを思えば思うほどね、切ないんだって。大丈夫、お前が生まれたらきっと本館は大事にしてくれるって、ね、小松さん、10年前階段落ちやって半身不随の植物人間だった弟が死にました。言ってた言葉は恨み言じゃありませんでした。映画に出たい、スクリーンにカムバックしたい、何千何万というファンが映画館の片隅で俺の帰りを待ってるんだ。そう言って死んでいきました。カーボロクに釣らない大部屋なのに。よかったんですね。はい、二人っきりの兄弟でした。お願いします。病院まで送りましょう。外は寒いですから。いえ、ヤスさんも一人で頑張ってますから。私もこの子と一緒に病院に行きます。でもこの雪は。刑事さん、これは雪じゃないんですよ。かりそめの花吹雪も4月の桜の花びらなんです。だってここはキネマの天地ですもの。望めばどんな夢も叶うところですから。おい、やつまだ来るよ。遅いな。どうしたのかな。おい監督、本当にヤス来るんだろうな。大部屋のヤスが今日はスターになる日なんだ。間違いなく来るよ。それにこれがこれでこれが必要なんだな。分かるだろう。それにしても遅いな。銀の字、
うん。おはようございます。お前誰待たせてると思ってんだよ。ただのガチャンだ。どけ。席譲りましょうか。え、先生、火つけましょうか。お前が引っ込んだ。おい、何やとこら。いくらいしてろや。何やといくらいしてろや。俺は階段持ちして死ななきゃいけねえんだからさ。いくらいつけろって。おのれ、誰にも言うとんねん。おめえにだよ。銀の字、何やこのアホの態度。俺が殺すかお前が殺すか、はっきりしろや。おい、今日は俺が主役じゃないのか。え、俺が体を持ちしなきゃ映画が成り立たないんだろ。ああ、銀ちゃん、久しぶりです。銀ちゃんの子久しぶりにいたら顔赤くなっちゃいました。ふざけんな、クソだ。どういうんだよ。何、それじゃ死なねえんだよ。そんなメッセで京都で主役なんて当てられるかよ。貴様、おい、見かけよ。見かけたら買い取ってしてやるよ。京都でスター当てんだろ。この映画当てたいんだろ。先生、ん、ここカメラ回しましょうか。もういいんじゃない。おい、カメラ回せ。ちょっと待て。何回すんだ。今これ撮られてるわけ。ああ、撮ってるよ。おい、よれよれ。このクソから、今切られたところ、今撮られてるわけ。スターさんの顔蹴ったらまずいでしょうが。スターさんの顔蹴るってことはよ、天皇陛下の顔蹴るってことだからよ。こりゃ誰か知らねえと収まりつかねえな。おい監督、スタジオの扉閉めてこい。警察とかいるんじゃねえぞ。スターとゴミとの違いを見せてやる。景気づけに血でも見たくか。ぶっ殺す。銀ちゃん、その目です。俺が欲しかったのはその目です。銀ちゃんは俺に優しくしてくれて俺本当に嬉しいんですけど、そんなの今は俺にとっては迷惑です。今日は俺が主役なんで、ガンガン来てください。うわ、今夜は冷えるね。あやと片付けようか。うん、やつってのはお前か。はい。小夏が雪の中で倒れた。集中治療室に運ばれた。母体も危ねえそうだ。出血が激しく、麻酔なしで腹切る。地獄の苦しみだそうだ。が、小夏が治療室に入るとき言ってた。部屋の明かりはつけてあるから。気合い入れろや。ありがとうございます。兄ちゃん、俺を本気で殺すつもりで来てください。でないと新しい命なんか生まれませんよ。兄ちゃん、俺楽しかったです。兄ちゃんのそばにいて俺幸せでした。あんたばっかりやりましょうや。この東映京都撮影所でフランス語喋れるのは俺だぐらいのもんですから。来てオナム、ジュテン、モナム、ヤスニャ、頑張ってや。ありがとう、ニャン。アギちゃん、俺階段するとき後ろ向きそうで怖いんですよ。最後に一言言ってくれますか。心配すんな、お前には俺がついてるって。心配すんな、お前には俺がついてる。
感じするよ。じゃあ行こか。シーンナンバー81、カメラ回せ。回す。待ってろよ、頑張れよ。本館を新しい希望に向けてスタートするであります。スタート。最終シーン、池田屋階段落ち、スタート。銀ちゃん、打ち上げどうします？ヤスが死んだんだぞ。みんなが出てほしいって言ってんですよ。ヤスが死んだっていうのが聞こえなかったのか、貴様！銀ちゃん、俺たち活動屋は何が何でもラストをハッピーエンドにするんです。聞こえません？伊勢の発見で50グラム元気な女の子です。俺めっちゃくちゃ可愛がって海の中出されるもんね。来て、うん、よー